5年前、お父さんとお母さんを事故で亡くして、絶望の淵にいた私に、優しく声をかけてくれた。それが、マザーとの出会い。直に会ったことはないけど、エーテル越しに聞こえるマザーの声は、とても優しくて、温かくて、そして何より、いつも正しかった。だから私はマザークラスターに入った。マザーの言葉を信じ、マザーのために動く、マザーのための組織に。でも、ハル、もう目を開けて大丈夫よ。しかもあれも服は変わらずそのまま、私と同じ地球で買った服を着てる。あれも生身でこちらに来ている。私と変わらない存在ってこと。でもマザーはそんなこと言ってない。シエラさん、呼ばれて飛び出てシエラですよって、ひつぎさん真面目な感じですね。あの人もいるよね。アルのことを調べてみてほしいの。そっち行ってもいい？はい、お待ちしています。お姉ちゃん、どこに行くの？何が正しいのかを知りに行くの。大丈夫よアル、心配しなくて大丈夫。何があっても私はアルの味方だから。うん、でもね、僕だってそうだよ。僕だっていつでもお姉ちゃんの味方だよ。ありがとママは嫌なの。何もできないまま失っていくのはもう絶対に嫌だから。私は知りたい、本当のこと。わかりました。ではアル君、手を出してもらえますか。お姉さんと握手しましょう。肺組織への直接接触を確認、ダイレクトスキャンを開始します。ひつぎさん！はい、びっくりしましたが私は大丈夫です。それよりひつぎさんとアル君の方が。接触した瞬間をトリガーに彼女たちが何かに引き戻され、強制的にリンクが断線。アル君と私たちとの接触を恐れたの？ここ私の部屋？戻ってきちゃった。なんで？どうして？
エーテルインフラから強制切断、エラーコードオリンピアって、何それ。携帯電話もダメ。この辺りのエーテルインフラが切断されてる。何が起きてるのよこれ。お姉ちゃん、これこの前の化け物。アル、逃げるわよ。こんなにいっぱい化け物が。何なのよこれ、どうなってるのよ。何が起きてるっていうのよ。杉ちゃん、こっち。氷、よかった氷、無事で。氷にもあの化け物見えてるのよね。あれが何か調べられる。私今エーテルインフラに入れなくて。杉ちゃん、話は後、とにかく外に出よう。エーテルは大気中に存在する粒子のはず。それが使えなくなるってどういうことなの。一体何が起きてるの。大丈夫。氷、大丈夫だよ棺ちゃん。何も心配いらない、心配いらないから、私を信じて、任せて。ここ本当に安全なの。あの化け物どこから出てくるかもわからないのに。杉ちゃん、聞こえてないんだね。マザーが全部教えてくれてるのに、どうして杉ちゃんには聞こえてないの。だから言っただろう、その子は裏切り者でマザーから見放されてしまったんだよってさ。あんたは。改めて自己紹介しようかお嬢さん。私はハギト、アニエ・ハギト、マザークラスタ金の使徒さん。マザークラスタの幹部って言えばイメージしやすいかな。幹部、金の使徒って何。マザークラスターはエスカの管理を行うマザーに選ばれた人たちで。エスカの管理を行うだけ、その程度のわけがないだろう。今や全世界の通信技術はエーテルによって賄われているんだよ。そのエーテルを発見し、技術を伝え、世界に普及させたのがマザークラスター。マザークラスターは世界につながっている。私の会社を大きくしたのは、もちろん私の開発力によるものが大きいけれども、まあいろいろ便宜は図ってもらったかな。大企業や各国政府の要人にもマザークラスターのメンバーは存在する。この意味がわかるかな。マザークラスタの力があれば何でもできる。学校一つの掌握なんて朝飯前、世界だってあっという間に意のままさ。何よそれ。それってつまりマザークラスタが世界中を支配してるってことじゃない。杉ちゃん、違うの。そうじゃないの。マザークラスタは支配してるんじゃないの。世界を裏から支えてるの。マザーがそう言ってたんだよ。マザーがそう教えてくれたんだよ。氷、この化け物も全部あんたが操って。氷まで。おっと、勘違いしないでほしいな。私は氷ちゃんまでは操ってないよ。彼女は
彼女の考えで動いている。マザーから連絡を受けて君を救おうと思って動いている。それだけだよ。ねえ、ひつぎちゃん、お願い、何も言わずにアル君を渡して。そうすればマザーはひつぎちゃんを許してくれるって言ってたから。マザーは絶対に約束を守ってくれるから。アルをマザーが求めてる。どうし、そんなの、そんなのどうだっていいの。ひつぎちゃん、お願い、ひつぎちゃん、アル君を渡していつもの日常に戻ろう。お姉ちゃん、怖い。アル、マザーの言うこと、私が見たもの、信じるべきは。ひつぎちゃん、どうして。本当、この状況でどうしてこんな選択をしたのか、私も聞きたい。合理主義者のつもりだったんだけどね。でもね、何もわからない状況でもアルは私を助けてくれたの。私だって見捨てることはできない。下がってなよ、氷ちゃん。君の役目は終了。ここからは私の役目。待って、棺ちゃんは騙されてるだけなの。話せばきっと分かってくれるから。これ、学生のお遊戯は終わり、ここからはビジネスなんだよ、お嬢さん。私とマザーの契約に従ったビジネスだ。私の仕事はそのあるという子を回収し、マザーの元に届ける。スムーズな仕事こそ私の信条。すべて効率よく、手を煩わせず、簡単に、まるでアプリをいじるかのように。光り輝くタブレット。へえ、これが見えるんだね。マザーが目をつけるだけあって、大したエーテル適性じゃないか。これはエメラルドタブレット。幻想子を精密指揮し、能力の底上げや改造、量産もお手の物とする私の具現武装さ。あの化け物を踏み出した。おいおい、ここまでの説明を受けてなお、エーテルが通信だけに使われるものだと思っていたのかい。エーテルの刺激とは、すなわち空想の具現。エーテルを掌握すれば、このように自分の軍隊を作り出すことも容易なんだよ。さあ、私の部下よ。私の手となり足となり、無駄なく効率よく仕事を完遂しろ。これで終わりなの？私はここで終わっちゃうの？何も知らないまま、何もわからないまま、ただ失うだけで終わっちゃうの？お姉ちゃん。ダメだ、諦めたら絶対にダメ。今度こそ絶対に、私は守ってみせるんだ。その武器は具現武装。この土壇場で発言させたのか。なるほど、私に仕事が回ってくるわけだ。だが
この程度のイレギュラーは織り込み済み。君のようなバグを潰すのも仕事のうちさ。なんだこの反応は。ジョーク。座標追跡完了。アークスシップ転移完了。偽装隠蔽シーケンス一通り終了。棺さんのバイタル確認。位置補足。あとはお願いします。これはさすがに予想を超えている。ここまでのケースは想定していなかったな。君子危うきに近寄らずだな。僕の仕事は姉の相手ではなくそちらの子供の回収だからね。軍勢をあの一瞬で。まずは話が違うじゃないか。イレギュラー対応が得意な私にだって想定限界はあるんだぞ。追加料金だけじゃ物足りないな。新たな技術の供与を約束してもらわないと割に合わなそうだね。まったく。私も戦う。うん、戦わせて。
これ以上の戦闘継続に意味はない。こうもイレギュラーが多すぎると損益分岐点を割ってしまうしね。ここまでやっておいて逃げる気？その通りだよお嬢さん。私がやっているのはビジネスだ。時にはすっぱり手を引く勇気も必要なのさ。今日は引こう。だが君たちのデータは覚えたよ。八坂棺にアークスの君、次に会う時はマザーもビジネスも関係なしに潰してあげよう。遠慮も考慮も一切なしだ。そうだね、無理すると何があるかわからないし。棺ちゃん、嘘だよね。棺ちゃん、私たちを裏切ったなんて絶対に嘘だよね。私は棺ちゃんを信じてる。棺ちゃんを疑ったことなんてない。けど氷、私は裏切ってなんか。だったらどうして、どうしてマザーの言うことに逆らうの。どうしてなの。ひつぎちゃん戻ってきてよ。ひつぎちゃんこっちに来て、私の手を取って、私のそばに一緒にいてよ。氷、ごめん、私はもう戻れない。何が正しくて何が間違っているのか、自分の目で自分の心で決めたいから。私はこの人と行く。待って、ひつぎちゃん。ごめん、氷、本当にごめん。待って、ひつぎちゃん、ひつぎちゃん。ひつぎちゃん、ひつぎちゃん、どうしてずっと一緒にいるって約束したのに、どうして、ひつぎちゃん、どうして。わしの宮氷、君が泣く理由は何だ。奪われたことを嘆くのならば、失ったことを悲しむのならば、固く手を握り強く意志を持て。その手に友のぬくもりを取り戻したいのならば。ひつぎちゃん、君の願いを私は知っている。何なんだよ、あれは。聞いてないぞ、あんなのがいるなんて。この私が完全に出し抜かれた、このアニエ・ハギトが、選ばれた人間の、この私が。このままではマザーへの面目が立たない。何より、私の沽券に関わる。だが、まだだ。私はまだ負けたわけではない。私の軍隊は不滅の軍。なあ、そうだろう、エメラルドタブレット。あ
あれで足りないのであれば、もっと強いものを、もっとすごいものを生み出すマルだ。そうだろう。さあ、吸え。エーテルを吸え。エメラルドタブレット。お前は私の生み出した最高傑作だ。お前の力はこの程度ではない。我がたもとより羽ばたき、その力を示せ、エメラルドタブレット。お前の具現に限界はない。ハハ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 ハ